じゃん、皆さんこんにちは。今日の電気予報始めます。今日は電検さん出とる電力編のじゃーん、過去問令和3年度問1から問7を解いてみたいと思います。イエーイ。はい、過去問ということでですね、はい、こいつ、過去問解くのやめやがっただろうと思った人いるでしょ、いるでしょ、いるでしょ、ごめんなさい。アップするのがね結構大変でね、とりあえずね過去問解いてみようっていうことになりました。ということで、3連休ねあったんですけれども、私はですねなんとね過去問を解きまくりました。はい、やーよくやった、もうよくやったと思う、真夏の大冒険。はい、ということでですね、はい、サットさんのこの動画教育でやってるわけなんですけれども、実はね過去問ね全部一回流し見はしてるんですが、解いてみました実際に。で、まあ、全部ねまだ終わったわけじゃないです。そして、まあ、電力放棄をね結構メインにね力入れてやっています。で、まあ、機械理論苦手なんですが、まあ、ちょっと機械はねまだやってないんですけれども、まあ、やります、これぐらいちゃんとやります。はい、ちゃんとやるから。で、電力放棄についてはね、計算問題ねやっぱ手を動かすと違いますね。ということで、まあ、計算苦手な方とかね、電力放棄計算ありますんで、まあ、そこから慣れていくのもありかなと思います。ということで、はい、ね、ある程度コツつかんだので皆さんにね解説していきたいと思います。はい、ということでね、まあ、早速令和3年度の、電力編いきたいと思います。イエーイ。はい、では、早速いきます。今日は問1から問7で、はい、例問題問1、じゃじゃん。はい、で、次の文章は水力発電所の種類の関する記述である。はい、来ましたね。水力ちなみにね毎年出てますからね、必ず覚えるようにしましょう。はい、読みます。水力発電所は R を得る方法により分類すると、水路式、ダム式、ダム水路式があり、 E の利用方法により分類すると流れ込み式、調整池式、貯水池式、揚水式があるということなんですね。はい、じゃあまずちょっとここまで解いてみますか。はい、ということで、A の選択肢は A 落差、流速、流量ということで、 E に関しては流速、落差、流量とあるわけなんですけれども、はい、落差、水路式かダム式か、ダム水路式かっていうとこなんですが、これ何かというと、水のあれですね。はい、貯めるものだったと思うんですね。ダムになってるのか、水路だけなのか、水路とダムあるのかというところになってます。はい、というのと、あとはもう一個 E の方に関しては、流れ込み式、調整器式、貯水器式、揚水式ということで、はい、これどんぐらいの池のね大きさがねあるのかっていうので、はい、流れ込み式っていうのは貯めるとこがなくて、まあ、ただ流れ込んでくるだけなんですよね。はい、で、調整池、貯水池ということで、この調整池と貯水池というところなんですが、これは覚えてますかね。はい、調整池に関しましては、はい、1日または数日貯められるということですね。で、調水池に関しましては、もっと長い期間、冬とか夏で貯められるっていうところで、まあ、水の量だっていうことが分かりますね。はい、で、揚水式っていうのは、まあ、組み上げなんでね。はい、ということで、水の量だっていうのが分かりますと。はい、私これは分かんなかったんですけど、まあ、E がね流量だなっていうのは分かったんですね。まあ、池の大きさを聞いてるわけだから、はい、ということになるわけですね。で、はい、このね水路式、ダム式、ダム水路式っていうとこなんですけど、これは水路っていうのはそのままパーッと流れる。で、ダムになるとこうやって落差を得ることが出るできるんですね。こう大きい川をせき止めて、ここでダムの上とダムの下って水の高さ違いますよね。ということで、落差を得られるということで、A は落差、E は流量ということが分かりますと。はい、じゃあね続けていきます。はい、では一般的には水路式はダム式、ダム水路式に比べほにゃららであると。はい、水路式はダム式、ダム水路式に比べほにゃららだと。で、建設について述べてますね。はい、で、水路式っていうのはもうご存知の通り川をそのままダムにしたような感じなんで、あんまり
かかってないですね。でダムを作る、ダム水路式とダム式ってダムを作るのでコンクリートいっぱい連れてきて水せき止めてってやんなきゃいけないです。となると当然ね、ご想像の通り、まあ、建設長い高いっていうところになります。なんでまあ建設期間長いか高いか、まあまあそんな感じのところがね、あ、逆ですね、水路式の方が建設期間短いとか安いとか、まあそんなところがね、あと行楽差を得にくい、まあこれもあるんじゃないですかね、が当てはまってくると。じゃあ貯水ができないので発生電力の調整には適さない。はい、そうですね、はい、水路式っていうのは貯水しませんから、もうただただ垂れ流しというような感じになります。ダム式発電ではダムに水を蓄えることで E は流量か、流量の調整ができるので電力需要が大きい時に合わせて運転することができます。はい、まあ実際これ行われてますね。はい、電力、需要が足りている、まあ昼間太陽光が発電している時には発電しないで、夜間、夕方とかにね放水して発電するっていうことは実際に行われていますと。はい、じゃあ後半いきます。河川の自然の流れをそのまま利用して発電する方式をホニャララ発電という、貯水池などを持たない水路式発電所がこれに、相当するということで、貯水池持たないと言ってますから、これ、完全に調整池ではありませんね。流れ込み式ですね。はい、で1日または数日程度の河川流量を調整できる大きさを持つ池を持ち、電力需要が小さい時にその池に蓄え、電力需要が大きい時に放流して発電する方式を、はい、これを調整池式発電と言います。はい、自然の湖や人工の湖などを用いてもっと長期の需要変動に応じて河川流量を調整使用する方式を貯水池式発電。はい、調整池と貯水池というところでどう違うかというと、調整池の方が短いです。はい、調整池の方が1日数日単位で、貯水池っていうのはもう黒部川ですよ。もうでかいですよ。もう夏の水貯めて冬放出ですよ。っていうような、もっと長期で貯められる、もっと大きいものが貯水池なんですね。はい。まあ、調整池の方がちょっと小手先で調整してるみたいなイメージしてください。で、調整池の方はもうほんと湖とか使ってますよ。自然、壮大な自然ですみたいなね、感じですね。はい、ということで、以上を踏まえまして、どれかというと、これはうだね、迷ってたんですよ。建設期間が短い、行楽さんに行く、建設費が安いっていうところなんですが、まあ絵等の選択肢的に5番だろうというところになります。はい、正解、はい、5番正解、正解、5番で正解、あなたも正解、はい、というところですね。はい、しっかりね、これね、後でね、文章に言葉入れてね、読んでいただければね、スッと入ってくるかと思います。はい、ダムは必ず出るのでね、はい、必ずやりましょう。はい、じゃあ次行きまーす。ちょっと熱くなっちゃうね。はい。このね、花粉やってるとですね、気合が入って熱くなる。エアコンを下げるっていう。はい、じゃあ問いに行きます。またダムですね。はい、またダムが来ました。はい、図で水圧管内を水が充満して流れていると。はい、ありますね。はい、断面 A では、はい、上の方、内径 2.2 メートル、流速3メートルパーセカンド、はい、圧力24キロパスカルである。この時断面 A との落差が30メートル、内径2メートルの断面 B における流速と水圧の最も近い値に組み合わせとして正しいものを次の1から5のうちから1つ選びましょうということなんですね。はい、ただし重力加速度は 9.8 メートルパーセカンド、水の密度は 1000kg、パー立方メートル、円周率は 3.14、 はい、ということになります。はい、 B 点における流速と水圧を選んでくれということなんですね。はい、これはね、来ましたね。もう水力発電のこうやって出てくるのかって、私はね、はい、打ちのめされました。打ちのめされてはないけどね。はい、まあまあ書いてみましょう、条件をね。はい、もうこれ非常に簡単なんだけど、やられたと思った。はい、ベルヌイの定義です。ベルヌイの定義。はい。じゃあ A 点では、
定点では 2.2メートル直径ね、はい、ということですね。で、流速 V イコール3ですね。で、圧力、圧力は P ですね、は24キロパスカルということです。で、高さはというと、はい、次、まあ、B 点も書いてみましょう。こうやってじゃあ B 点で、ここが30メートルと言ってますね。はい。で、B 点に関しては内径が2メートルですと。はい。で、速さが出してねということですね。速さは出してくださいと。流速。っていうことです。じゃあまずはこれ速さから出すんですけれども、速さを出すときってあのね、例えばここの流れる量とここの B 点の流れる量は一緒だっていうのありましたね。これはベルヌイじゃないんですけれども、ベルヌイじゃないけどこれにね出てきたんですよ。はい。で、これですね、連続の定理というやつですね。はい、これで、この連続の定理によると、この流量は一緒なんです。だから面積と、面積かける速さが流量になりますんで、そこの流量っていうのとこの B の流量一緒なんです。じゃあ面積をまず出して流量を求めたいと思います。ここは半径が 1.1 です。こっちは1。じゃあ面積は πr2 乗なんで、はい、π かける 1.1 の2乗っていうのはこっちも一緒か。で、これが速さか、かける速さ、面積かける速さですね。っていうのはこっちの地点でも一緒なんで π、 πr2 乗、1かける1で1なんで省略します。かける vb ってことですね。はい。で、VB 求めると、計算 1.1×1.1×3 は 3.63。 はい、出た 3.63。 こっちの方がちょっと狭いんですね。はい、というふうなことがわかります。はい、速さは 3.6、 狭いからまあ速いと、でこっち、広いからちょっとゆっくりみたいなね、 3.63 っていうのが出ました。はい、これが速さで、この後ベルヌイを使います。はい。で、どこでどう使うかっていうところなんですけど、ベルヌイの定理をちょっと書いてみると、この高さですね、高さと人参ボリボリ 2G、 この G は重力加速度ですね。で、今回 G は重力加速度が与えられてましたね。人参ボリボリ 9.8 と 9.8m/s、 人参ボリボリ分の V2 乗、速さの2乗ですね。こっち速さ、高さに関すること、速さに関すること、あとは圧力に関すること、ロー G 分の P、 はい、っていうのが、これどの地点においても一定でありますよっていうのが言えます。なんでこれ A 地点においてのこのベルヌイと B 地点においてのベルヌイをイコールすればいいんですね。はい。で、ローっていうのはこれは水の密度ということで、今回ローについては 1000kg と、まあ普通ですね、はい、っていうのが与えられてます。
で、ここ出ました。これ高さあります。ということで。で、これ出したいからもう大丈夫。出ますね。はい。方程式ができます。じゃ、これに沿って方程式を立てまーす。はい。じゃ、こっちのね、地点からね、A 地点からいきましょうか。A 地点の場合は、はい。B 地点を0として A 地点を、はい。プラス 30m で見ます。なんで高さは、はい、30。足す。2G で 2×9.8 分の V2 乗、サザンが9、サザンが9足すロー G、 1000kg なんで10の3乗かな。はい、違います。ダメだね、間違えちゃね。はい、キログラムでいいんですね。はい、そうですね、はい、水の密度はキログラムパー立方メートル、もともとキログラムなんで1000でいいです。で、 G が 9.8 で、プレッシャー P ということで、圧力は24kPa。 圧力に関してはこれパスカルなんですよ、この公式のやつはね。はい、なんで圧力は kPa なんで10の3乗。はい、というのが、これが A 地点。じゃあ次 B 地点ですね。ゴール、じゃあこの高さは0で足す、2×9.8 は一緒。V2 3.63 の2乗足す。ここも一緒。1000×9.8 で P と。で、この P について解けばいいんですね。はい。じゃあちょっと計算しようかな。はい。地道に計算か。これは。技が使えないな。地道に計算します。間違えないようにね、こういう時にね。はい、30足す、あ、こっち書いちゃおう。なんかとんでもない、とんでもなく小さい数字になったぞ。とんでもない数字になった。32.3269800。 P は32236割る、あ、違う、かけるだ。 32.326 かける9800は、はい、出た。3167 9
4.8 ほんと？まあ、1回やや合ってるからっていうことは、3、1、6、7、9、5はいって感じですか。ということで3、1、6、7、9、5パスカルなんでキロパスカルにして、で317キロパスカルで合ってるの？で合ってますかね。あれ間になっちゃった。やっぱねここが間違ってる。え、3、2.236×9800 は、あ、間違えてる。このね電卓をねちゃんと使いこなさないとね。はい、3159 12.8なんで315.9kPa になりますと。ということで 315.9 なんで 316kPa というふうになりました。はい、ということで答えは 3.6316 ということで3はいになります。流速と圧力も止まりました。イエーイ。はい、これねベルヌイの定理ね、私ねもうすっかり覚えたと思ってたんですけど、もうこれこう出てきたらね答えられないっていうね、しっかりねこれ使ってみると次はもう使えると思います。で計算がややこしいからね、しっかりねよく書けるね鉛筆を持って行ってね、はい、しっかり計算したらねいいと思います。はい、ということでね、はい、このあれですね、連続の定理、はい、面積かける速さっていうのはどの地点も一緒だよっていうのと、このベルヌイの定理を覚えましょう。 h 足す 2g 分の v 2乗足す ρg 分の p っていうのは一定です。はい、高さですね。あとは、はい、これ16加速度 2×16 加速度分の速さの2乗足す、はい、水の密度 ×16 加速度分の圧力っていうのは一定ですということをしっかりね覚えていただければと思います。はい、ということで、はい、ベルヌイ解けた解けた。はい、じゃあ次行きたいと思います。いやー本当にヒヤヒヤする。ところで電気操縦の試験ってあれ1科目何時間なんですかね。はい、今ね時間を気にしないでやってるんですけどね、大丈夫かなって気になっちゃう。はい、ではね、はい、行きたいと思います。次問い3。はい、またね暗記問題ですね。火力発電におけるボイラ設備に関する記述として誤っているものを次の1から5のうちから選びましょう。はい、ということですね。はい、1. ボイラの水を循環方式によって分けると自然循環ボイラ、強制循環ボイラ、寒流ボイラがある。これなんか良さそうですね。なんかそんなのがあるって言ってましたね。はい、次に蒸気ドラム内には気水分離器が設置されており、蒸発管から送られてくる飽和蒸気と水を分離する。はい、蒸気ドラム内には気水分離器があり、はい、18から、そんな感じしますね。はい、3、空気予熱器は塩動ガスの予熱を燃焼用空気に回収することによって、はい、ボイラ効率を高めるための、はい、熱交換器である。はい、そんな感じがしますね。はい、燃やした後の排ガスっていうのがすごい熱いわけです。で、そこに空気を温めとくんです。そこに通して、で、そうすると空気が温まってるんで加熱しやすいっていうやつですね。はい、4、接炭器は塩動ガスの余熱を利用してボイラ給水を加熱することによってボイラ効率を高めるためのものである。はい、そうですね。はい、これも塩動のガスの熱を使って水を温めておくってやつですね。はい、5、再熱器は高圧タービンで仕事をした蒸気をボイラに戻して再加熱し、はい、再び高圧タービンで仕事をさせるためのものであって、熱効率の向上とタービン翼の腐食防止のために用いられている。
はい、これは違いまして、高圧タービン出てもう一度高圧タービンで仕事したらいつその蒸気仕事終わるんですか、僕にも休みくださいってなっちゃいますよね。ということで高圧タービンで仕事をした蒸気を、はい、で水を温め、その蒸気をもう一回、戻すんですよ、ボイラーに。で再加熱したら低圧タービンで仕事をしてもらうんですね。はい、ということで高圧タービンから高圧タービンへは行きません、高圧から低圧に行きます。ということで5番が誤りでした。はい、蒸気にもねしっかりお休みをあげようというね気持ちを持っていれば解ける問題かと思います。はい、ではですね次問4いきます。またね火力発電でもこの辺来るからねやっぱちゃんと覚えたいですね。はい、次の文章は電気囚人装置に関する記述であると。はい、なるほど。火力発電所で発生する灰塵などの微粒子は電気囚人装置により除去される。はい、そうですね。はい、電気囚人装置っていうのはですねこの煙突の中にありまして、そこに塵とかねそういうものがあるんですけど、そういったものを、はい、電気の力でピチパチパチってやって吸い付けて外に出さないようにするっていうようなざっくりした知識持っててください。はい、では次、古典的な電気囚人装置は囚人電極であるアーの間に放電電極である E を置いた構造であると。はい、電極がウによって発生した A 放電により生じたイオンで微粒子を帯電させ、クーロン力によって囚人電極で補修する。はい、囚人電極に付着した微粒子は一般的に囚人電力をして取り除くということなんですね。はい、ということで、囚人電極がどういう風にありまして、板であるか、はい、棒で線であるかということですね。はい、ということなんですけれども、まずアーといいですね。はい、囚人電極であるですね。はい、この電気囚人装置っていうのは、私も実際見たことないんですけど、まあ煙突の中なんでね入れないんで見たことないんですけど、この平板電極っていうんですか、はい、板の方、はい、の中になんか線があるらしいんですよ、線電極。はい、というので、はい、吸い付けてるみたいです。だからこの平板電極の間に放電電極である線電極を置いた構造なんですってね。で、電極間のこれは大電流か大電圧かっていうところなんですが、これは高電圧です。はい、高電圧をかけることで発生する、コロナ放電を利用して囚人を行いますと。はい、ということなんですね。大電流ではなく高電圧、まあコロナ放電を発生させるんですね。でここでアーク発生させたら超危ないっていうことを想像していただきたいんですね。いくら火力発電所の設備だからといってアーク飛び散りすぎるときっとね煙突が火災になるんですよ。ですからアークは基本的に発生させません。ということでコロナというところに行き着いてほしいんですが、コロナが発生するのってどういうとこだっけっていうと送電線ですよね。で送電線ってどういうところかっていうと電圧高いんですよ。電圧が高すぎてその空気中の空気に対する絶縁破壊を起こします。電圧が高いから絶縁破壊を起こしてコロナが発生しますということになります。なんでこれ逆算で解いていただきたいんですね。はい、アークは危ないからコロナだろうと、でコロナが発生するのは高電圧だろうということで、まあ、高電圧とコロナですねによって発生したコロナ放電により生じたイオン微粒子を帯電させ、まあイオンだからあれですね、まあ、プラスとかマイナスとかの電子なんですけど、それが、帯電しますと。で、そうすると、それが空論力で、はい、電極のところに集まるわけですね。はい。まあ、マイナスに帯電してたらプラスの方に集まりますね。で、プラスに帯電してたらマイナスの方に集まるんですけど、だって、ホコリとかにくっついた、イオンがくっついて帯電してるんで、空論力、まあ、電気の力で集まります。でここにくっついたのを最後風を吹きつけてか、土で叩いてかでこのホコリを落とすんですが、これはですね、
風じゃなくて土で叩いて、はい、取り除くということなんです。なんで、まあ、イメージとしては網戸に掃除機をこうやってビーって当てると、なんかホコリがピーって、はい、外のホコリとかビーってくっついてくるかもしれなくて、あ、逆だ、掃除機 の、 あのフィルター掃除の時ですね。あ、エアコンのフィルター掃除の時こうくっついてますよね、はい、あれを風を吹きつけるとボワってしてもうダメじゃないですか。だからまあ普通はね、あの水で濡らしてこうやって拭き取ったりしますけど、それをまあチリで叩いて、はい、ポンポンポンって落とすっていうようなものですね。はい、ということで、まあ、最後はフィルター掃除のお話だと思っていただければと思います。はい、ではですね、これ意外とね、この辺は覚えてるからね、できるからね、大丈夫ですね。はい、では次問い5いきます。じゃじゃん。はい、問い5はですね、原子力の問題。はい、奈々ちゃんの原子力シリーズぜひ見てください。はい、ということで、原子力発電に関する記述として誤っているものを次の1から5のうちから1つ選びましょう。はい、ということでですね、読みます。1、はい、原子力発電は原子燃料の核分裂により発生する熱エネルギーで、水を蒸気に変え、その蒸気で蒸気タービンを回し、タービンに連結された発電機で発電する。はい、その通りでございます。はい、火力発電との違いは、はい、燃料を燃やして火で蒸気発生させるんではなくて、核分裂自体で熱が発生して、それで蒸気が発生するっていう、ただそれだけなんですね。はい、2、軽水炉は減速剤に黒鉛、冷却剤に軽水を使用する原子炉であり、原子炉圧力容器の中で直接蒸気を発生させる沸騰水型と、別の蒸気発生器で蒸気を発生させる、加圧水型があると、沸騰水型と、蒸気、加圧水型があるっていうのは正解なんですが、この軽水炉っていうのは水です。軽水は水のことです。ということで、減速剤に黒鉛を使っているっていうのがバッテになるんですね。はい、普通の水です。軽水炉は水です。ちなみにね、日本の原子力発電所に関してはもう水です。全部軽水炉、はい、ということになります。はい、その3、軽水炉は天然ウランの中のウラン235の濃度を 3-5% 程度に濃縮した低濃縮ウランを原子燃料として用いる。はい、正解です。そうですね、天然ウランの中にはですね、ウラン238、ウラン235ってありますけれども、このウラン235っていうのはですね、このあれなんですね、通称アイソトープと呼ばれるですね、同位体というものでして、少ないんですね。はい、中性子の数が少ないんです。はい、238の方が数が多いですよね。235って3つ少ないんですけど、中性子が少ないから不安定なんですね。だから少ないんです。で、天然界には 0.7% しかありません。ただそれを遠心分離器で、軽いからね、こっちの方がぐるぐるぐるってやり続けると235が周りに集まってくるんですっていうのを何回も繰り返すことで、濃度を 3-5% に高めた、これを低濃縮ウランと言います。はい、で4つ目ですね、核分裂反応を起こさせるために熱中性子を用いる原子炉を熱中性子炉といい、軽水炉は熱中性子炉である。はい、正解ですね。熱中性子って何かと言いますとですね、この減速剤っていうので実は水を使ってるんですけれども、このね、核分裂をしますね。分裂するとウラン235が分裂して何かと何かになって、そっから熱中性子がね2個ぐらいボーンって出るんですよ。で、出た瞬間っていうのは超高速なんです。これ高速中性子って言って、高速なんで、なんていうかね、奈々ちゃんがこうキャッチボールして高速の球を受け止められないんですよ。150キロ投げられても無理だみたいな。ただゆるーくね、ポーンって投げてもらえるとイエーイっていけるわけですね。っていうことで、このね、高速中性子を減速させないといけない。で、減速させるのにこの軽水、水を使ってるんですね。で、熱中性子っていうのは、その減速した中性子のことを熱中性子っていうんです。なぜか熱中性子、減速中性子ではなくて、なぜか熱中性子ということで、はい、それを使ってるのがこの熱中性子炉ということになります。はい、
では、5つ目、沸騰水型原子炉の出力調整は再循環ポンプによる冷却剤再循環流量の調整と制御棒の挿入及び引き抜き操作により行われ、はい、そうですね、加圧水型原子炉の出力調整は一次冷却剤中のホース濃度の調整と制御棒の挿入及び引き抜き操作により行われると、はい、そうですね、その通りです。まず沸騰水型と加圧水型っていう2つのものがあります。主にね、東日本の方では沸騰水型が使われています。西日本では加圧水型使われてますけれども、これは何が違うかというと、水の圧力が違うんですね。はい、富士山の上でね、はい、水、このカップラーメン食べようと思うと80度ぐらいでね、沸騰するんですよ。で、圧が違うと沸騰温度って違うんですね。で、富士山の上圧が低いですね。沸騰温度低いです。で、圧を高めると沸騰温度高くなって100度でも沸騰しなくて、だいたいね、300何十度まで液体なんですよ。ということで、圧を加えてその沸騰しない水っていうのを使うのが加圧水型なんです。ですから、このね、蒸気を発生させるっていうのがもう一つの方行くんですね。だから熱水をこうやって370度の熱水っていうのをこう管の中ビーッと通して、別の系統にある水を温めて、そっちを、蒸気にするっていうのが加圧水型なんで、2系統に分かれてるんですね。で、沸騰水型っていうのはこの原子炉の中の水が沸騰するので加圧してないです。普通に100度で沸騰します。ってなると、このね、泡が出てくることで、泡がですね、これこの核分裂っていうのを抑制するんですね。はい、ですから泡がいっぱい出てくると、これね、あれなんですよ、沸騰水型の場合は自然にこの核分裂抑制になって出力抑制になるわけです。ただ、はい、加圧水型って沸騰しませんね。ですから泡が出ないので、自然にはその出力調整ができません。じゃあどうするかっていうと、ホースを入れるんです。ホースを入れるとこの出力抑制になるんですね。あとは制御棒、もう核分裂自体を止めるのに制御棒を入れると、当然あの出力下がるので、まあそういう風に調整してますというところになります。いやー、原子力発電面白いからね。はいはい、ということで、まあこの辺もね、暗記できるとこかなと思います。はい、じゃあね、はい、次行きます。問6、はい、今度分散型電源、いやー、この辺も今ホットな話題ですね。はい、として、誤っているものを次の力、5の力一つ選びましょう。はい、ということで読みます。じゃじゃん。1、太陽電池で発生した直流の電力を交流系統に接続する場合には、インバーターにより直流を交流に変換すると、系統連携保護装置を用いると、系統の停電時などに電力の、供給を止めることができる。はい、できますね。はい、これパワーコンディショナーを必ずね、太陽光電池には、接続するんですけれども、すごい便利で、インバーターですね、直流を交流に変える、機能もありますし、あとね、出力を最大にね、最大出力追従機能みたいのがあって、この電圧と電流の調整をして出力の最大を保つっていう機能とか、あと系統連携保護機能とかね、はい、っていうのであって、まあ、系統で事故が起こって、逆にこっちが故障した時にちゃんとシャットダウンして、お互いに影響を与えないようにするってことができます。はい、じゃあその2、分散型電源からの逆潮流による系統電圧上昇を抑制する手段として、分散型電源の出力制御は電圧調整器を用いた電圧の制御などが行われる。はい、そうです、行われております。出力制御、まあ、電気足りてる時にですね、さらにですね、こっちからも電気やるともう電圧上がっちゃうよということで、あの出力制御ねしたりとか、もう発電させないとかだったりね、はい、そういうのは行われています。3、小出力発電では河川や用水路などで流れ込み式発電が用いられる場合が多い。はい、その通りです。はい、小出力発電、私のね、動画でもね、はい、見てきました。はい、ということでね、ぜひね、その動画も見ていただきたいんですけれども、基本やっぱ河川とか
はい、小さいこの用水路とかなんですね、使うのが。ですからとてもじゃないけどフランシスフィシャーとかは置けませんだし、落差もそんな取れませんということで、はい、流れ込み式のね、はい、本当このカラカラカラっていうような水車が使われております。4、洋上の風力発電所と陸上の系統の接続では海底ケーブルによる直流送電が用いられることがある。ケーブルでの直流送電のメリットとして、誘電損を考慮しなくて良いことなどが挙げられる。はい、そうですね、はい、直流送電のメリットとして誘電損を考えなくて良い、はい、ケーブルでの直流送電、そうなんですね。海底ケーブルの直流送電って意外とありまして、ですね、北海道と東北ですねだったりとか、あとは和歌山とこの徳島でしたっけのとことかもね、意外とあるわけなんですね。はい、あとは沖縄のね、はい、この島のところから小島への、はい、送電とかね、まあ、そういうところが行われます。まあ、橋についてる場合もあるんですけどね。はい、ということで、はい、そうですね、直流送電のメリット、誘電損を考えなくていいということです。5、一般的な燃料電池発電は水素と酸素との吸熱反応を利用して電気エネルギーを作る発電方式であり、負荷変動に対する、対応応答が早いというのですが、これはブー、間違いです。で、この燃料電池っていうのは負荷変動に対しての対応応答が遅いんですね。はい、ですからこれね、この前ね、結構大きいやつ見てきたんですよ。はい、なんなの大きいって言ってもね、250kWぐらいのもの、まあだからあれですね、本当2トントラックのコンテナぐらいのね、燃料電池見てきたんですけど、負荷変動に対してね遅いんです。ですから、今ね、何時間後需要が増えるから出力上げなきゃみたいなのには対応はできないんですね。基本的にもう本当に、オンオフするのは年単位みたいな、何ヶ月とか何週間とかでもなく年単位でやったりとか、まあそういうような仕組みになってます。はい、なんでね、はい、ベース電源にしてもね、しっかり応答性の早いものとやっぱ組み合わせるとかっていうのは非常に大事なんですね。はい、いやー、電力って面白い。あー、サクサク進む。はい、じゃあ問い7いきます。また穴埋め問題ですね。はい、次の文書は変電所の景気応変性器に関する記述である。はい、景気応変性器ですね。はい、景気応変性器は圧と遠流器とに分けられ、はい、高電圧あるいは大電流の回路から景気やほにゃららに必要な適切な電圧や電流を取り出すために設置されるということですね。はい、変流器の二次端子には常にほにゃららインピーダンスの負荷を接続しておく必要があると。また一次端子のある変流器はその端子を非測定線路にほにゃららに接続するということです。はい、まず景気応変性器が何かと変流器なんですと、まあ、こう来たらあれでしょう、変流器来たら変圧でしょっていうふうに私は思ったんですけど、はい、景気応変性器はですね、景気応変圧器と変流器に分けられますということでですね、はい、景気応変圧器と変流器の2つに分けられます。はい、ということなんですね。で、高電圧あるいは断電流の回路から景気や、はい、これは保護系電気ですねに必要な適切な電圧や電流を取り出すために設置されますということで、はい、まあ、景気測るとこですねであったりとか、今回保護系電気が答えなんですけれども、まあ、これら何かと言いますと、まあ、大きな電流とか電圧がまあ異常時に起こりますよねっていうようなことなんですけれども、それをまあ大きい、あ、異常じゃなくてもまあ変電所とかだと大きいわけですよ。で、それを測れる景気っていうのはなかなかないので、それをまあ取り出すためにね、この分圧とかしてね、はい、やってる、はい、
変流器とか変圧器ありますねっていうものをつなぐんですけれども、じゃあ何のために使うかっていうと、まず計器類ですね、測るところっていうのと、保護系電気っていうので、これも、まあ、もちろんなんかメーターがね中に入っててっていうので、まあそれ異常値に触れた時に遮断器をね遮断するとかっていうものなんですが、まあそこに使うために取り出すために設置されますと。はい。でそれで、まあそんで、まあ、例えばね、本来なら2000ボルトなんかあんのか6600ボルトのところが、あれなんか電圧上がって1万ボルトになってるよみたいになると、わかりますよねっていうようなことで、はい、取り出すために使いますと。で変流器の二次端子には常にこれ高インピーダンスか低インピーダンスか中インピーダンスなんですけど、まあ中はなさそうですよね、なんかね中ってなんだよって感じなんですけど、常にこれは低インピーダンスの負荷を、はい、接続しておかないといけません。はい。でこれはなんでかっていうとですね、これね開放していてはいけないんですね。変流器の二次側っていうのは開放していてはいけませんので、まあインピダンスの低い負荷っていうのを接続しておきます。はい。でまた一次端子のある変流器はその端子を非測定線路に、はい、直列に接続です。まあ、変流器と変圧器ありますけれども、変流器は、はい、電流を測るものですよね。ですから、はい、これ並列につなぐと電流測れませんよね、分流しちゃって、なんで直列です。で変圧器は電圧測るんで、並列だと電圧一緒ですよね。ですから、直列だとこれも分圧しちゃいますから、並列につなぐっていう風にね覚えたらいいかと思います。はい。ということで直列に接続が正解です。はい、ということでですね、はい、問1から問7解いてみました。皆さんどうですか、できましたか。はい、ということでですね、はい、もうね1ヶ月ね切るかな、はい、切ったのか、まだか、あと1ヶ月ですね、ちょうどね、ということですから、ぜひね皆さんも過去も一緒にね頑張っていければと思います。はい、ということで今日の電気予報にします。皆さん今日もいってらっしゃい。さあ、過去問やろう。